イームツークラブコミュニティオーナーの入駒慎吾と申します、ね、今日はですね、対談企画の第2弾といたしまして、北里大学の、周産母子生育医療センター酸化麻酔部門の、もうね、僕にとっては酸化麻酔界の若きエースというね、ことで日向俊介先生をお招きしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おはようございます。北里大学病院周産母子生育医療センター酸化麻酔部門の日向です。私は2009年信州大学卒業をして、まあ、しばらくあの長野県で、医療を行っておったんですけども、まあ、2014年から酸化麻酔を、生業としたいと考えまして、現在の所属に移籍しました。でその後ちょっと2016年から2年間アメリカのコロンビア大学の麻酔科に基礎研究で留学からまた2018年からまた戻りまして、現職にいるということで、まあ、通常あの手術麻酔もやってるんですけども、ほとんど分娩室常駐型で、酸化麻酔をやっております。はい、ありがとうございます。分娩室に麻酔科医ね、酸化麻酔科医がうろうろするっていうのはね、もう世の中の理想というふうに言われておりますけれども、まあなかなか日本ではね、そこまでたどり着くのに長い道のりがあるだろう。でもそれを先駆けてしっかりやっていこうという日向先生ですね。はい。それではですね、今回日向先生をお呼びいたしまして、聞きたいことがもうたくさんあるんですけれども、まずはですね、今日お聞きになっている皆さん、日本酸化麻酔学会の月間酸化麻酔っていうのをね、ご存知な方もいらっしゃると思うんですが、この2月に帝王切開の麻酔に関して日向先生がねお話をされてるんですけども、皆さん見ましたか？見てますか？ちゃんと。はい。ね、もうこれ無痛分娩のコミュニティで E 無痛クラブって言うんですけれども、無痛分娩はするけど帝王切開はしませんって施設はないと思うので、ね、ぜひ見ていただきたいと思いますね。その月間酸化麻酔の、まあ、ちょっとね、舞台裏っていうのもね、少し聞いていこうと思うんですけども、まず、もう見た人にしかわからないんですけどね、このね、オープニングのね、月間酸化麻酔って子供たちの、もう、声で始まるね、なかなかもう懐かしい感じがするんですけども、あれは先生、日向先生、どうやって子供たちの声って、なんか音源拾ってきたんですか？いや、あれはですね、実は私、3人子供がいるんですけど、お私の子供にですね、月間酸化麻酔って読んでもらって、マジですか？まあ、それを何回も録音して、はい、それをまあ使っているという手作りですね。はい、手作り、はい、子供たちにちょっと月間酸化麻酔って言いなさいと。そうですね、何のことかわからないまま、一番下5歳なんですけど。はい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 。あ、言わされるがまま言っていただいて、はい、じゃあもう手作り感満載でね、お父さんもお子様も参加した、ね、月間酸化麻酔なんですね、はいはい、いやびっくりしました。あの音はどっから取ってきたの？まずね、もう皆さんもぜひ見てください、うん、もうねスタートでそこで一回くすって笑って、そこからもう素晴らしい内容を聞いていくということですね。で、日向先生、舞台裏ね、まあ、ちょっと聞きたいのは、まず企画とかどうやって始まった？まず狙いがですね、うんうん、日本酸化麻酔学会 JSOAP っていうんですけども、うんうんうん、JSOAP 会員がこう産科医と麻酔科医と助産師と、うん、まあ、ちょっと産科医と麻酔科医ちょっと半分ぐらいっていう形 で、ね、うん、産科の先生方も大勢いらっしゃるんですが、はい、まあ、一つのその目標としては、もう若い麻酔科の先生、うん、まだ手術麻酔しかしてないような、うん、これから酸化麻酔ってあるんだけど、やろうかな、やらないかな、どんな世界かなって思ってる若い先生方に、できるだけ敷居低く、気軽に見て、苦手意識とかを取り払って、まあ、この世界に入ってきてもらいたい、興味持ってもらいたいというところで始めました。はい。はい、で、それで、これをね、さすがに動画ですから、まあ、ね、僕らより上の、重鎮世代では、なかなか、マネジメントが難しいだろうと思うんですけど、もうやっぱり若者にシフトしてる感じですか、メンバー？そうですね、もう構成メンバーは、うん、まあ、ほとんど麻酔科の専門医取ったぐらいの30代、うん、の先生方がほとんどっていうメンバーで構成されていて、うん、
はい。比較的だから我々もその、すぐ動画を見ると YouTube で見るとかっていうのが、おまあ、慣れ親しんだ世ー。はい代なはいのはい。で、もうスマホ当たり前にこう、学生の時から使ってたっていうのは世代ですから、なるまあ、そこほもどで抵す抗なくそね。こは行こうということで、はい、やってはい。ます。で、まあ、そうは言ってもですね、なんかこう、なんか大変な、あんだけのものをしっかり作り込むのに、こう苦労したなっていうことはなかったですか？すごいいい出来だと思うんですけど。そうですね。まあ、あれですね。こう、デバイスがですね、なかなか、まあ、先生は多分慣れてらっしゃると思うんですけど、いろんなその撮影の機材にしても、タイミングにしてもなかなか難しいというのと、あとはですね、まあ、先ほども申し上げたんですけど、やっぱり JSOAP って産科の先生もいらっしゃるので、さすがにその裏、テーマに若手麻酔科医の参入があるとしても、産科の先生方、会員の方々をこう、ないがしろにもできませんので、できるだけその産科の先生にも関心持って、麻酔科ってこんなこと考えてんだよっていうのを分かってもらえるようにするっていう、お互い立場の違う方々に、両方に満足していただけるっていうところがちょっと難しいところかなということで、いつも議はい。論してます。で、難しいと言いながらも、帝王切開のね、前編後編両方見させていただきましたが、もうぜひ皆さん見てください。もう基本的にEBM で支えながらも、まあ、こんなステップで進んでいくんですよ。見るべきポイントはここですよっていうね、さっきも言いました、どの施設でもお産を扱う以上、帝王切開はあるわけですから、起こりうるわけですから、その麻酔に対して守るべきところをピチッと説明されてましたよね。あれって、もうちょっと難易度を上げたり、もうちょっと簡単なところを端折ったりするっていう説明も僕あったと思うんですよ、見てて。しっかりね、こう、ベースの部分を淡々と言うって、普段の先生が、テーマとして与えられるプレゼンテーションよりも、より簡単っていうか、ね、ベーシックにな部分だったように感じますけど、そこをなんか、話し方変えたとかありますか？そうですね、できるだけ、まあ、分かりにくそうなところは具体例を入れたりとか、あるいは、あまり麻酔科医でなかなかないんですが、それでも、例えば施設に産科がなくてですね、帝王切開の麻酔といっても、帝王切開そのものにあんま見たことないような若い先まあ生もいらっ確かにしゃね。るんで、もうがんセンあターるとか日、絶対ないですもんね。そうですね。なので、やっぱりその動画なので、まあ、現場のシーンとかですね、そういうものを実際に取り上げたりとかっていうところは工夫してるんですね。ただ、基本的に簡単にはしたんですが、やっぱり麻酔科医として、その妊婦の循環整理とか、そういう基礎の部分を抑えてほしいところはしっかりこう、載せたつもりではいます。乗ってましたよ。あ、そうです なんかか。それがすごいんですよ。あ、ありがとうございます。ベースをないがしろにせず、レベル的にプシュンプシュンって上げていく感じ。しかもそこにエビデンス、ね、論文をパンパンと入れて上げていく感じ。だから、下は揺るがないんだけど、上振れはさせていただきますっていう構成ですよね。そうですね。強で、調したいところはしっかり強調して。で、このね、演者としての感覚なんですけど、自分が今、ホットだよっていう、ちょっとまあ、いわゆる難易度がちょっと高めの部分って、逆に流暢に話せると思うんですよ。自分が今、フォーカスしてるんで。ところが、全部をしなべて話すっていうと、やっぱりちょっと原稿を作らないときついですよね、あれ。そうですね。それはその通りです。すごい喋りにくい。なんかね、多分演者を何回かすると、ベースなのを淡々と話すってすごく喋りにくいっていうね。自分の研究を発表する。だから、学会発表の一般演題の方が楽でしょうがないはずなんですよ。自分の得意とすることをスーッと話すので。そうですね。ね、わかりきったというともう大変申し訳ないですけど、そういうところ淡々と話すって、あれはタフな仕事だろうなと思いました。ありがとうございます。だからもうぜひ皆さん見るべきですよ。もう。ねえ、先生。よろしくお願いします。そんな感じでね、もう2月23日に後編もね、配信されてますので、もう前編後編セットで20分くらいで見れるんですかね、セットで。そう10です分ね。ずつぐらいですもんね。そうです、そうです。すごく勉強になりますね。移動中に見るには、耳だけじゃなくて図表もありますから、ぜひ、
ね、画面も見ながらという感じがいいと思いますね。でちょっとスマホでは、ちょっとちっちゃい文字が見えませんって方は頑張って PC で見られると非常に勉強になると思いますね。何回も言います、帝王切開をやらない分娩取扱施設はないと思いますので、ぜひね、そこら辺は勉強された方がいいと思います。はい、ね、この月間酸化麻酔ね、撮影秘話というのから始まりまして、いよいよですね、日向先生にこの無痛分娩関連のことをお伺いしていきます。やっぱり生体情報モニターの情報があって、その上でのやはり鎮痛薬物投与っていうことになるので、モニターをちゃんと見ましょうよっていうところは必須だと思います。まあ、そこはセキマのモルヒネの、まずは威力っていうか、一時施設で CSEA するとするなら、そうなんですか。打ち合わせしてないです。皆さん打ち合わせしてないですよ、これやっぱり どうしてもその胎児静脈ですよね、はいはい、危ないかどうか、はい、成り立つかどうかもわからないところからお薬を入れるのか、やっぱり安全性が担保されていること、母児ともの安全性が担保されていること、緊急事態に対応することっていうのがまず大前提。やっぱり、まあ、私もその一時施設にお邪魔してる時に思うのは、はいはいはい、今おっしゃって、先生おっしゃったように、助産師さんとかですね、周りでその介助する人間とか、その人たちってもうそのやり方に慣れてるわけなんですよね。それによってどう循環どうってあるかとかっていうことに対して、慣れてらっしゃるんで、まあ、そこでわざわざ違う方法をやるってことは、逆に危ないと。そうですよね。そう、逆に危険になるなっていうのは実感してます。今日聞いてる人めちゃめちゃお得じゃないですか、これ。いやいやいや。今求められる出産とは、その答えを追い求め、現場から飛び出した。見つめる先にある安全な無痛分娩の形、すべてはこの瞬間のために。葛藤の中で歩み出した道のりは苦難の連続だった。未知の世界へのチャレンジ、その連続だった。世界へ行ってらっしゃい。しかし支えてくれる仲間がいた。賛同してくれる応援者がいた。痛い時間長いじゃないか。その歩みは止まらず、その意志は揺るがず、無痛分娩の安全性向上のために進み続ける。すべてはこの瞬間のために。LA ソリューションズ。